はい、ここからはテレビ滋賀プラスワンのコーナーです。さて三藤さん、東京2020オリンピックの開会式までいよいよあと1週間となりましたね。はい、もういろいろありましたけども、アスリートの皆さんには頑張ってほしいなと思います、はい、そうですよね。滋賀県にゆかりのある選手もたくさん出場されるんですが、三藤さん何人ぐらいいらっしゃると思われますか？そうですね、狭き門ですから20人ぐらいですかね、かなというところ。ではちょっとこちらご覧ください、はい、一覧にしてみました。はい、7月13日現在の内定者、オリンピック16人、パラリンピック10人、計28人の皆さんが出場されるということなんですね。はい、まあそうですね、皆さんそうですけど、まあ、桐生選手ね、気になりますね。そうなんですよ、400メートルリレーに内定して2大会連続出場ということで、他にもご覧のさまざまな、ね、競技で出場されるということで本当に楽しみですよね。はい、はい、さてで今回のテレビ滋賀プラスワンは本来5月27日28日に実施された聖火リレーで披露する予定だった演奏プログラムというものをご紹介します。はい、まあ、あのコロナの影響でね、コロナのせいで練習したのにね、せっかくしたのに披露できなかったということですね、うん、そういうことなんですよ、はい、そこでこれまでの練習成果を発表する機会としてその模様を滋賀県のホームページ滋賀スポーツナビで発信します。そしてもちろんこのテレビ滋賀プラス版でもご紹介していこうというわけなんです。今回は8つの学校団体の演奏などをご覧いただきます。まずは前半からどうぞ。決まった。Thank you.
い、もう本当に堂々と生き生きとされてて、これまで積み重ねてきたその練習の姿までこう浮かんでくるようでしたよね。いかがでした？はい、いやもうせっかく練習したものをねこうやって、うん、披露できる本当にいいホームページの使い方やなと思います。そうです、皆さん生き生きされてました。はい、さあここまでは高校生の吹奏楽を中心にお送りしてきましたが、続いては中学生の演奏と太鼓の演奏をご覧いただきましょう。
て皆さんの成果発表の場であるんですけれども、それと同時にこうその力を発揮される姿っていうのは本当私たちも元気もらえますよね。いやほんまですね。です、まあ、でもあの中学生の流れでスキンヘッドのおっちゃん出てきてびっくりしましたけども、うん、びっくりしてねちょっとびっくりしましたけども、ね、でも素晴らしかった。で先ほどの高校生も、うん、中学生もおっちゃん、うん、お姉さん方も素晴らしいんで、うん、アスリートの方は競技前にこれ見張った方がええんちゃうかなと思いますね。もう関係ないおっさんがもう胸熱くなってる。小山さんもちょっと熱くなったでしょ。本当にパワー湧いてくる、はいはい、だから、ね、アスリートの皆さんに教えてあげた方がええんちゃうかなと思いますね。この存在をね、はい、エールになりますよね、はい、本当にできるだけたくさんの方にお届けしたい、ご覧いただきたいと思います、うん、ということで今回ご紹介した演奏のフルバージョンとまだまだご紹介しきれていない学校などの演奏は今月21日以降滋賀県のホームページ滋賀スポーツナビに順次掲載していきますのでぜひご覧になってください。そしてこのテレビ滋賀プラス版でもご紹介していきますのでお楽しみに。さあこのコーナー次回は7月30日の放送です。以上テレビ滋賀プラスワンでした。